一般的なピンクの小袋入りの着火剤と、七輪。ビニール室の袋部分に直接火をつけて使用する、文化焚き付けなどの名称で販売されている、着火剤着火剤とは、マッチでは着火しにくい練炭ンンや木炭に着火させる除年剤のことである。着火剤と表記することもある。メタノールをゲル化したもの、メタアルデヒド等の固形の炭化水素を錠剤としたもの。 木質のブロックに油脂やパラフィンを含浸させたものの3種がある。特殊なものにはテルミットの原理を応用したものもある。メタノール系のもの、メタアルデヒド系のものは登山、アウトドア用の携帯コンロの余熱にも使用される。メタノールが主成分のものは揮発性が高く、また毒性もある。プラスチック製の復元性ある容器に入れた製品はしばしば内部に因果爆発し、 飛散する事故の危険があるので燃焼中の継ぎ足しは決していてはならない。メタノール等のアルコール類の炎は昼間は見え、づらいので特に注意を要する。このため一回使い切りのパック状の製品も多い。メタルデヒド取材の製品も毒性があり、小児やペットが口にしないように注意する。近年、メタルデヒドの誤食を防ぐために組剤を付加した製品もある。 木質のブロックに油脂やパラフィンを含浸させたものは突然爆発的に飛散する危険性はほとんどない。その点では安全であるが強い火力と煙が出るため周囲へ火が燃え移らないよう注意が必要である。ありがとうございます。